現在世間を騒がせている、ゆっくり茶番劇、商標登録問題、ゆずは様が商標登録の破棄をすることを表明し、事態は収束に向かいつつあります。しかしですね、個人的にちょっと気になることがあるんですよ。商標登録を破棄するというのは、ゆずは様がツイッターで発表したわけではありません。ゆずは様のツイッターはここ丸3日ほど、全く更新がありません。ゆずは様が所属する、小屋。ライブの公式ツイッターアカウントで発表があったからです。東海は、マルチチャンネルネットワークというよりは、ライバーコミュニティ、あるいは互助会、のような集団みたいです。また入会、活動費ともに完全無料、と公式サイトに書いてあります。マージンを払って所属する事務所ではなく、コミュニティのような感じだと思われます。それなのに、そのコミュニティに尻拭いをさせるというね。おいゆずはー、ふざけるな。お前そういうのは良くないだろ。良くないと思うぞ。所属コミュニティに尻拭いをさせるな。何をやっているんだお前は。いい加減にしろ。いやまだね、例えば天下のウームみたいに 20% とかいうぼったくりのマージンを取っている事務所とかならわかりますよ。ウーム所属とかだとクソ高いお金を納めているわけですから、こういう時に多少は事務所の世話になるというのもありなんじゃないでしょうか。まあでも普通は自分で発表すると思いますけどね。でも東海は所属活動ともに無料って書いてあります。それなのに尻拭いをさせるのはおかしいだろそれよ。なお東海は公式ツイッターでこのようにツイートしています。疑問点、いつからの月曜日かとのお声を多くいただきましたのでお答えいたします。523月曜日より手続きを行わなかった場合、閉会会長事務局長両名よりゆずはに対し厳しく指導を行いますことお約束いたします。ゆずは氏から一切ツイートされなくなりましたが、そちらの指導によるものですか？そのような指導は一切しておりません。自らツイートして発表しろと、内心で思っています。申し訳ありません。指が滑りました。どうかお船子でお願いします。ちょっと切れてて、はぁ、そりゃそうですよね。なんでこんな炎上してる奴の会合、所属コミュニティがしないといけないんでしょうか。自分の尻は自分で拭けって話ですよ、まったく。とは言いつつも、優しいコミュニティだと思いますよ。もし私だったら初動の時点で、ゆずは様を即刻追放してますからね。だって最悪の場合、コミュニティにも被害が及ぶ可能性もあります。なのでさっさと切るのが得策です。しかしそれでもすぐには追放せずに、ゆずは様本人に連絡を取り、改善を促すのは本当に律儀で、素晴らしい人たちだと思います。私みたいな人間のクズとは違いますね。一部では小屋ライブに対する批判もありましたが、さすがにここまでしてくれているのに東海を叩くのはお門違いではないでしょうか。つうかね、東海がゆずは様に改善を促していなければ、ゆずは様が商標の破棄の決断をしていなかったという可能性もありますよね。なんか空気読めてなさそうな感じでしたから。なので東海を叩くのはやめてくれメンス。全ての責任はゆずは様一人にあるので、批判するならゆずは様の方にしましょう。なんですぐ追放しないんだ、こいつらもブルかよという意見もありますが、むしろ即座に追放して我関せずを通すよりも、切らずに改善を促した東海の行動の方がはるかに誠意があると思います。しかしこの件で思ったのは、変な奴を身内に入れると大変だということです。皆様も自分のコミュニティに他人を入れるときは十分注意してくださいね。というわけでゆずは様、次から何か発表をするときは東海に介護してもらうのではなく、自分のツイッターなどで発表していただけないでしょうか。なお、ゆずは様のツイッターは未だに動きがない模様。最後までご視聴ありがとうございました。